仕組みです。モテる会話の入り方ということでね、お話ししていきますね。これは会話のスタートの仕方なんですよね。これ結構大事なんですよね。で、最初の会話の入りを結構大事にします。特にこう、成果を出している人はですね。そうじゃなくて、なんとなくこうね、会話始めて、無意識に女性から敬遠されてるという人も結構いるかと思うんですね。で、ちょっと参考にしてもらいたいなというふうに思うんですね。で、こんな会話をしてないですかっていうのはちょっとあったんですよ。相席屋でですね、やると、相棒の方にちょっと、じゃあ今回は俺が最初に話してみたいっていうふうに言われたんで、じゃあちょっとやってっていう感じでね、やらしたっていうか、やってもらったんですね。うん、そうす。だから私黙ってたんですよ。じゃあ最初に、何歳っていきなり聞いたんですね。20歳、22、3歳だったと思いますけどね。なんとかですって答えたら。じゃあ、仕事何って聞いて、なんとかです。名前はなんとかですって、一応答えてはくれたんですけど、これ聞いてね、私とは全然違うんですよね。だから、あ、なるほどと。こんな風にストレートに聞くのもあるのかなっていうふうには思ったんです。私は最初にこんなことまず聞かないんですよ。で、これ、別に感心したんじゃないんですよね。良くないって思いました。何が良くないか。質問3つともですね、こう見てもらったら分かりますけども、プライベートの話なんですね。それを最初からいきなりね、ポーンって、挨拶もなしにパーンとね、聞くっていうから、驚き、桃の木だったんですよ。遠慮っていうのが全くないって言ったらいいかな。ぶしつけな聞き方っていう感じにもなっちゃいますね。はい。で、本人に聞くと、これはオラオラ系のキャラで行ってみたとか言ったんですけど、確かにちょっと偉そうだったんですけどもね。こんな話し方ではね、私だともう遠慮して、まず初っ端に聞かないことを聞いて、そこから始まってしまってね、相手の女性もあんまり話さずに、終始ペースがつかめなくて、もう30分でチェンジというか、席替えしてもらいましたね。で、いろいろダメなところはあるんですけども、さっき言った遠慮がないとかね、プライベートっていう以外に何かっていうと、広がらない質問なんですよね。まず最初に名前ありましたね。名前聞いて話広がりますかね。結構難しいですよ。名前、なんとかって言うんだ、あ、なんとかねって言って、そこからなかなか広がらないじゃないですか。難しいですよね。はい。で、年齢もそうなんですよ。年、ね、23歳とかね。私が普段接する女性はもっと上の人が多いんですけども、それにしたって、年齢ね、35歳とかね、40歳とか聞いても、だから何ってなるじゃないですか。そこからこう、会話広げられないんですよ。だからですね、こういう質問を最初にしてしまってもね、うまく会話にならないっていうことなんですよ。ちなみに仕事を聞きましたね。仕事に関してはそこからね、話題になるかもしれないですよね。はい。OL ですとか、一般的に言われたら、あ、OL 事務仕事なんですねとか言って、そこからなんか言えなくはないですよ。なんだけども、最初の方にいきなりこれ聞いちゃってもね、なんか本当のこと答えてくれるかどうか分かんないですよ。本当のことって嘘は言わないと思いますけども、あんまりこう具体性のないね、仕事は普通ですとかね、OL ですって言っても、OL でもね、どんな会社の OL だとかね、もうちょっと親しんだ後だったら言ってくれるかもしれないことも言ってくれなくなるんですよ。だから、これもね、良くないですね。ということなんですよ。全然ダメだというふうに私は思ってますけどね。ちなみにこれは、この席替えの時に言いましたね。お前何あんなこといきなり聞いてんだって言ったら、はぁとか言って、ダメですかとか、じゃあ次話してくださいとか、そんな感じで全然反省してなかったから、それがまた腹立ったんですけどね。はい。ですけども、一つこう書きましたけど、力強い感じだけはすると、オラオラ系でいくって言っただけで、その部分はね、悪くないです。力強い感じの方がやっぱりいいんでね、弱々しい感じがやっぱり一番まずいんで、はい。というふうに、こう、ダメだダメだって言ったんですけども、一番まずいのはね、こう書きましたけど、
何も話せないことなんですよ。無言っていうのが一番まずいです。で、この無言になっちゃうのが、ちょっと彼の場合とね、ちょっと反対でね、いきなりね、こんな何歳、名前は、仕事はとかね、こんな風には聞きにくいなって言って、じゃあ何から聞いていこうとかってなっちゃうと、逆に話せなくなっちゃうんですね。これまあまずい。もちろんね、ぶしつけに聞くよりもまずい話なんですよ。ただし、こんなこといきなり聞きにくいなっていう感覚は、正しいですよ。ちなみにさっきの時の話は4番目にね、彼氏いるのって聞きましたね。はい、これもね、ストレートにこんなことを聞いてね、特に話対して話してないうちからっていうのは、またまずいんですよ。もちろんね、彼氏いるっていう、いるいないっていう話で教えてもらったら、そこから会話は広がるから、その話題はいいんですけどね、これはまたこの質問ダメなんですよ。でですね、まあ次席替えして選手交代で、じゃあお前喋れって言われたから、私がちょっと最初唇を切った形になったんですけどね、よく言うんですけどね、お互いに見えるものから話題を探すと結構これが便利になりますね。はい。で、そういうのがなければ、まず初っ端はね、ここをね、ここっていうのは相席屋の場合はそこに来た経緯ですね。これをまあ話すっていうのは一つあります。なんでここ来たの。ただし、それよりかは、その場に見えるものを話題にした方が、無難って言いますかね、いう部分がありますよね。で、この時、ね、席替えした後の女性は、指なんですよね。パッと、まあ、観察したというか、指が目に入りました。指は3つしてたんですよね。と思ったら、よく見たら4つあったんですよ。で、もう一人はマニキュアの色が珍しい、ね。茶色とかね、いう話したんですね。だから指輪3つもしてますね。もしかしたらアクセサリーショップの店員さんって聞いたんですね。マニキュア鮮やか。この色珍しいかも。でね、こんなことをね、こう言う。こういうことを感想を言うって言いますかね。これ別に目に見えたことを言ってるからおかしくないじゃないですか。この辺ね。この辺も。そういう入り方をするんですね。で、まあ、とあとはね、顔とかの雰囲気見た感じもね、どうもこの二人仕事は別そうだなっていう感じだったんですよね。まあ一人は硬そう、まあもう一人は結構ね、アパレル系というかおしゃれな感じだったんですよね。で、お二人仕事別みたいな感じなんですけどって、だから仕事何って聞くよりかはね、こういった感じの方がいいですよ。限定した質問ね。で、これで女性が、ああそうなんですよって言ってね、私はこんなんですって、お友達はこんなんですっていうことで言うと、仕事もね、女性の方も話してくれるんですよね。これをね、仕事何って聞くと普通ですとかね、そんな答え返ってきたりしますから、極力ね、なんかもっと具体的なって言ったらね、ストレートに聞くよりかは、なんか見えたものとかから始めていく方がいいんですね。だとね、心理的抵抗が少なくなるっていうことなんですよ。はい。なんですけども、ちょっと、ね、顔とかスタイルはやめといた方がいいです。はい。いきなり見た目で、ね、じろじろ私を観察してるのとかね、あと見た目で女性を判断する人なのかっていうふうに思われると、ちょっと女性からので、印象が悪くなるっていう場合がよくあるんですね。で、ストレートに聞くよりも、こうやってこう観察して聞くっていう方が難しいのは難しいんですよ。最初にこう決まりね、決めていくこと無理じゃないですか。いきなり何歳とか聞くんだったら最初から決めてて聞けるんですけど、そうじゃなくてね、観察しないといけないんですね。なんですけども、特徴に気づくっていうのはね、ちょっとやっぱり慣れれば結構気づけるようになるんですよ。はい、っていう部分がありますね。まあ、ただその慣れるまでじゃあどうするんだとかね、特徴が特にわからないっていう場合どうしたらいいんですかっていうことなんですけど、まあ、寒いとかね、あるんですよ。で、この状況なんですよ。寒いけど薄着ですねって、寒さに強い人って、これあるじゃないですか。こういうふうにね、言うとか。あとはね、飲み物、相席だと女性がそう先に食べたり飲んだりしてますから、野菜好きなんですかとかね、アルコール強いみたいですねとかね、まあ見えるじゃないですか。まあこういったことで話し始めると、結構ね、こう、すんなりこう話が滑らかに始まるっていうね、部分があるんですよ。
まあ、こういった状態になってからね、あの女性の話題を引っ張り出してくるっていうのがね、やっぱりこう自然な感じになるんですね。はい。で、こういった流れに沿っていくことが大事って書きましたけど、本当はね、何歳とか彼氏いるのっていうのをね、関心事なんですけども、今言ったみたいにいきなりじゃなくて、今みたいにこう見えるものから流れてきて、こっちの方に持っていくっていうのがやっぱりね、話が盛り上がると言いますか、普通に話せる感じになる話し方なんですね。はい。今回はですね、こういったこう柔らかい会話っていう言い方しましたけど、柔らかい会話ですね、まあ、そういったやり方の特にこう話し始めっていうことについてお話ししました。仕組みでした。ありがとうございました。